俺は3つの不幸を背負って生きてきた。1つはぶち馬だったこと、2つ目は巨勢馬にさせられたこと、そして3つ目は俺のことを神様のものでも自分自身のものでもなく誰かのものだと人間が見なしたことだ。これが気に入ったんだ。こんな綺麗なマダラはいない。幸せな日々はすぐに終わってしまった。